待ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは。廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。この家はいつから廃墟だって。3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど。息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。なんだよ、いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまう。けどまあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか。アンドレ、どこ行った。アンドレ、どこにいるんだ。なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だから、先に行け。見えるか？なんだ？マジかよ。